time for more plot. さて、テーブルクロスも買えましたし、カップもポットも準備万端。あと他に必要なものは。あら、タクトさん、ちょうどいいところにいらっしゃいましたわ。さあさあ、席についてくださいな。ただのお茶ではなく、お茶会ですわ。先ほどは雨が降ってしまいましたので、代わりにこのティーラウンジでと思いまして。ルシアティさんとバインさんのために私が企画したんですの。あの、ミントさん、お皿はこちらに並べるので良いのでしょうか。Oh, the shot is warming up pretty fast. あらあら、ルシアティさんもお客様なんですから、そんなことは任せていただければいいんですのよ。そうですか。でも、お手伝いも。さあ、こちらに座ってくださいませ。もうほとんど準備も終わっていますから。姉さん、ミントさんもああ言ってくださっていることだし。そうね、バイ。では、お言葉に甘えさせていただきます。さんとランファさんがいらっしゃいますわ。時間は伝えてありますから、もうじきお見えになると思うのですけれど。やっほー、ミント、お茶会にお招きありがとう。来たわよ、ミント。わあ、いつもとまた雰囲気違うわね。ミルフィーさん、ランファさん、ようこそいらっしゃいました。今回はちょっと趣向を変えてみたんですの。あ、私タルトを焼いてきたんだけど、一緒に並べてもいい？どうぞどうぞ、ミルフィーさんのお菓子でしたらいつでも大歓迎ですわ。じゃあこれで全員揃ったし、お茶もちょうどいい具合なんじゃない？さあ、お茶の方を皆さんのカップに注いでいただけますか。オッケー。うーん、とってもいい香り。皆さん手慣れていらっしゃいますね。よくお茶会を開かれるのですか。そうですわね。私たちにとってお茶会は大事なコミュニケーション手段の一つなんです。ですから自然と回数も増えますわね。ミルフィーさんの手作りお菓子も定番のようですね。はい、おいしいものがあるとお茶会が盛り上がるんです。だからいつも何か作っていかなくちゃって思うんですよ。ミルフィーさんが何か一つでも持ってきてくださると、それだけで一気にお茶会が華やかになりますわ。そう？嬉しいな。私もなんだか待ちきれなくなってきちゃった。ミント、まだ？そうですわね。それでは早速始めましょうか。そうこなくちゃ。それではルシアティさん、バイさん、お二人が私たちのことをますます身近に感じていただければ幸いですわ。はい、私たちも皆さんに少しでもお近づきになれればと思っています。See, wine's smiling just fine. じゃあみんな、お茶で乾杯だね。乾杯。
丈夫のようですわね。さあ、焼きたてのタルトですよ。たくさん食べてくださいね。あ、はい、いただきます。バインさん、お茶のおかわりはいかがですか？はい、いただきます。このタルト、とても美味しいですね。ありがとうございます。他にももっと美味しいお菓子がありますから、今度作ってきますね。ランファさん、お茶のおかわりは？あ、ありがとう、いただくわ。ええ、お茶会作戦大成功ですわ。ミントさん、こんな立派なお茶会を開いていただいて、なんだかもったいないです。これくらい何回でも何十回でもわけないですわ。そうですわよね、タクトさん。私たちにできることなら何でもいたしますわ。エデンを離れられて落ち着かない気持ちは私たちにもわかるんです。ミントさん、最初にトランスバール本線が襲われて離れざるを得なかった時は、私たちも随分心細い思いをしましたから。そうですね、あの時は逃げて逃げてすごくいっぱい逃げました。時間はかかったけど、結局トランスバール本線を取り戻すことはできたしね。それを見事に実現したのがここにいるタクトさんです。この通り、タクトさんは余裕着々ですから、どんどん頼ってもいいと思いましたよ。皆さん本当に頼もしいですね。タクトさん、どうかよろしくお願いします。お手並み拝見ですね。お粗末様でした。Guess I will say hi to Forte. まあ、タクト。まあ、今日はまずまずってところかな。そうだね。特別な用事がない限りはやっぱり毎日やってるかね。そこら辺は慣れってやつかね。撃っているうちにうまく衝撃を逃がす方法を覚えるもんさ。そりゃやっぱり練習量が足りないのさ。銃を体の一部と思えるほど撃ち込んでもらいたいもんだね。A myth of the gun.That was a pretty interesting video by Guys and Grimma, by the way. そうだね。銃の腕は撃った弾の数に比例するというから、どれだけ撃っても足りないんじゃないのかい？
添えたことはないからね。1万は確実に超えてるだろうし、意外と1000万ぐらいは売ってるかもしれないね。10 million 10 million。 おや、タクトにも私と銃で張り合おうだなんて気概があったとはね。いい心がけだよ、タクト。ん？それが本題かい？なんだ、そんなことかい。了解したよ、タクト。それとも何か含みがあるのかい？ほら、健康診断が長引いたとかあったじゃないか。それで何かあるんじゃないかと思ってね。私もそう思うけどね。いや、別の意味で問題があるかな。意外と鈍感だね、タクト。私はバインのことを言ってるんだけど。おや、本当に気がつかないのかい？あれは結構いい男だよ。そいつが自分の彼女と一緒に歩いているんだ。少しは気にならないのかい？ごちそうさまだね。そうだね、タクトはどこか規格外れなところがあるからね。はあ、あんたにつける薬はないみたいだ。ああ、しっかりやるんだよ。あ、タクトさん、実はルシャーティさんとバインさんのために日用品の買い足しをしておこうと思いまして。足りないものというより主に好みの問題ですわね。何でもミントさんがおっしゃるには、より良い品質のものを宇宙コンビニで手に入れられるとかで。でもタクトさん、洗面所に置いてある歯ブラシをご覧になったことがありますか？毛先が真っ平らで、こんな小さな歯磨きチューブが入っているだけなんですのよ。シャンプーも石鹸も小さいのが並んでるだけなんですから、もっと自分に合ったものを選んでいただきたいと思いまして。あのミントさん、私どれを選んでいいのやら。最初から自由に選ぶというのはハードルが高すぎたかもしれませんわね。それでは選び方のコツをお教えいたしますわ。はい、よろしくお願いいたします。まず第一に色ですわ。色というのは歯ブラシの色でしょうか？はい、朝食後にすっきりと歯を磨くために、色はその気持ちを盛り立ててくれる大事な要素ですわ。はあ、例
えばこのクリアブルーの歯ブラシ、この澄んだ青が見るからに引き締まると思いませんか？言われてみれば確かにそんな気もします。あるいは赤などもいいですわね。一生懸命に磨こうって気にさせてくれます。そうそう、白というのも捨てがたいですわね。白さは歯の美しさの基本ですから、笑うと綺麗というのは理想ですわ。そうですね、白もいいと思います。Despite the fact that I never see any of these characters' teeth. Dendou Habrashi という手もありますわね。音さえ気にしなければ相当楽ができますわ。姉さん、これあたりがいいんじゃない？絵が透明のスタンダードタイプで、毛先が柔らかいタイプですわね。まあ無難な選択ですが、よろしいのではないでしょうか。そうね、それでいいと思います。次は歯磨きチューブですわ。これもいろいろあって面白いんですわよ。面白いんですか？チューブ選びはやはり味ですわ。粗塩の入ったつぶつぶもありますが、バナナやフルーツ味もありますわね。味でお腹がいっぱいになってしまうのでは？そう。ご安心ください。口をすすぐと後味は残りますけど、それでお腹いっぱいというのは私も経験がありませんわ。姉さん、これがいいんじゃない？これは三色チューブですわね。堅実ですわ、バインさん。一番売れているものを教えていただきましたから。あの、ミントさん、これも歯磨きチューブなのでしょうか？それはそのままチョコレートチューブですわ。薄くて甘いせんべいに似顔絵を描いて食べる駄菓子です。当然ですわ。でもこの宇宙コンビニにはまだ入荷していなかったはず。ということは新製品。こうしてはいられませんわ。なくなってしまう前に一通り試しておきませんと。ミントさん、これは何ですか？それは味付きイカの燻製です。噛めば噛むほど味が出るお得な駄菓子ですわ。せっかくですから一緒に買ってしまいましょう。両方同時にやれば時間を節約できますわ。あ、これも新製品ですわね。ミントさん、これ可愛いですね。ルシャーティさん、それはどこにありましたの？ご案内くださいませ。ミント is getting pretty happy. はい、喜んで。On the subject of toothpaste, despite not really liking mints as candies, I do enjoy mint flavored toothpaste. はい、わかりました。
What could possibly be happening? And what could possibly happen that can be so easily misunderstood moments later by other people? Do we got space rats? ランファに借りたんです。怖いの苦手なんですけど、この超絶絶叫マシンがバイオケミカル30のすごく面白いからって。Something new about broccoli. Apparently, someone in the staff likes Resident Evil. I still haven't played Resident Evil 7 yet. So, するともっと面白いってランファに。あんまり怖くってお皿落として割っちゃいました。Wait, but how is it that you play a horror game while simultaneously holding a plate? Why?ああ、それはちょうど怖いところに差し掛かったときに、急に扉がドンドンって。口から心臓が飛び出るぐらい怖かったです。もう一人でお手洗いに行けません。Okay, are we... I mean, I'm sure this joke did not originate in Pokemon. But, you know, that's still a very common horror story associated with Pokemon. What next? We're gonna reference the Grudge? もう、タクトさんなんか、タクトさんなんか嫌いです。
You know, it's like I'm getting this idea that I shouldn't go in there. Ah, where's Chitose at? はい、タクトさん。日記を書いています。いえ、そういう日記ではありません。交換日記です。千歳さんとです。はい。先月詰まりましたラストシュートの件。バニラ先輩の言われる通り、金物が引っかかっておりました。はい、何でも書いていいことに決めましたので。続けますか？ところで、付き合いが私よりも長いバニラ先輩なら知っていると思うのですが、タクトさんの女性の好みは、はい、申し訳ありません。では続けます。もし結婚する、どんなタイプと。タクトさんはコーヒーを入れるのが上手な人はいいお嫁さんになれると言いましたよね。ではそういうことです。男性の方は容姿の好みにこだわる方がいらっしゃると聞いたのですが、タクトさんが可愛いと思う容姿は。タクトさんは宇宙ウサギの顔がとても可愛いとおっしゃっていましたよね。そのことを千歳さんにお話ししました。はい、はい、わかりました。I guess I'm gonna go in. あら、タクトさん、見回りですか？お疲れ様です。実はルシアティさんとバインさんのために買い揃えたものが結構な量になりまして、一旦この部屋に運ぶことにしたんですの。とても良い経験をさせていただきました。こんなにたくさんの商品があるとは思いませんでした。今度は靴やお洋服を揃えるのもいいかもしれませんね。本当にいろいろなものがあるのですね。驚いてしまいました。もちろんですわ。
ぜひともルシャーティさんとバインさんには試していただきたい味ですもの。少しのお金でたくさん選べることも駄菓子の魅力の一つですわ。ちょうどこれから食べていただこうと思っていたところですの。あら、タクトさん、いやしんぼさんですのね。さあ、お好きなものを選んでくださいませ。どれも美味しいですわよ。これ、とても酸っぱいです。それは中に梅の実が入っていて酸っぱいのですわ。実も美味しく食べられましたよ。一口サイズのものが多いですね。ほとんどのものが一つから選べるというのも駄菓子の特徴ですわ。あ、でも一口ガムと一口チョコを同時に食べるのはいけませんよ。実はガムはチョコと合わさると溶けてしまうんですの。いつの間にかガムが口の中から消えてしまったら怖いと思いません？サイエンス。ミントさん、これはどのようにして食べるんですか？はい、それはおせんべいの片面にジャムを塗るんですの。2枚でサンドイッチにして手を汚さないようにして食べるものなんですわ。サクサクしてとても美味しいですね。おせんべいは塗るものや挟むものでいろいろな味を楽しめる、とても便利な駄菓子なんですの。そうですわ、タクトさんもなかなか通でいらっしゃいますわね。I myself remember putting bologna and cheese is into snack crackers. I forget about that every now and then. I should probably do that. 他にもソーダの素を挟んでパチパチさせながら食べるというのもありますわ。駄菓子はいろいろな食べ方があるものなのですね。楽しみ方は人の数だけありますわ。さあ、ルシャーティさんもバインさんもどんどん新しいレパートリーを作ってみてください。では、その粉のヨーグルトというのをいただいてもよろしいですか？はい、これはとても甘くて酸っぱいですわよ。そうですわね、エデン風のとても斬新なものができそうですわ。はい、わかりましたわ。うん、そうか。あの二人の様子は特に異常なしか。司令、白き月から通信です。明日には外縁政権に到着してこちらと合流する予定だそうです。それだけ今回の件を重要視しているってことだろう。何せトランスバールの歴史上初めてのことだからな。ロストテクノロジーを生み出したエデンとの遭遇ですからね。あ、でもエデンが滅びていない以上、ロストテクノロジーっていうのもなんだか変ね。そう言われてみれば確かに。
違いない。そいつはシャトヤーン様たちとエデンから来たあの二人次第だな。どうした急に。何？はい？嘘。だってねえ。いや、お前が仕事に励む素振りを見せるとは思わなくてな。つい。I guess that is a shocker. Kinro Yokuri Mezameta Omae wa Tashika ni Kishou da ga, Ainiku, Ima no Dankai de wa Deban wa nai. Iya, Mushiro Jama da. Jijitsu daro.とにかく、こまごまとしたことは俺に任せて、お前はこのことをあの二人にでも伝えてこい。見解の相違だな。何ブツブツ独り言言ってるんだ。はい。Loving this music. Hi. おかげさまでだいぶ。ミント さんの案内も的確で、この船のことをよく把握できました。まるで我がことのように笑うんですね。ミントさんのことですよ。なるほど。ところで、何か我々にご用でしょうか。少し疲れが溜まっていたようで、よく眠っています。ですが、姉に用事があるのなら。そうですか。実を言うと助かります。姉は寝てるところを起こすと不機嫌になるものですから。我々エデンの民の祖先が遠い昔に建造したという実験的な戦闘システムですね。その存在だけは現代にも伝えられていたのですが、それがトランスバール公国にあると知った時は我々も驚きました。
ネフューリア敗北の噂とともに我々エデンの民にも白き月のことは伝わっていました。エデンを脅かす外敵との戦いに備えて究極の兵器体系を模索する目的で作られた実験兵器。そんなものがトランスバール公国に存在すると知ってバルファスクは慌てて調査を始めたようです。我々の知っている白き月に関する情報は大体こんなところですが、会ってもらいたい人たち、そういうことでしたら喜んで、僕たちでお役に立てることがあるなら何なりと。ご期待に添えるか分かりませんが、承知しました。ええ、また明日。何がというわけよ、この不良軍人。さすがに胸を張るようなところじゃないと思いますけど。確かに今更のことだとは思うけど、そこまで大っぴらにサボるのはどうかと思うよ。こいつを広告の英雄と信じてる純真な心の持ち主には辛い現実よね。Expectation versus reality. ご安心を、ランファ先輩。若輩ではありますが、私もタクトさんがそういう方だということはもう承知しています。自分が悪いのに一丁前に傷ついてんじゃないの。そうでしたか。申し訳ありません。全然気づきませんでしたわ。別にそのようなことは。それよりもタクトさん、まだ飲み物がないじゃありませんか。今私が何か持ってまいりますわ。お待ちください。私別に何ともありませんわ。さっきはさっきですわ。それともタクトさんは私が信用できないんですの。
りませんわ。もうなんでこの方はいつもこうストレートな物言いばかり。ですから何でもありませんと何度言わせればわかるんですの。タクトさんを相手にしているとやはり疲れますわ。おかげで喉が渇いてしまいましたわ。何か飲み物を取ってきます。ついでにタクトさんの分も持ってまいりますわ。やっぱりミントの相手はタクトが一番みたいね。うんうん、ミントちょっと元気になったみたい。そのようです。どういうことも何も少しばかりへこんでたってことさ。そうだったのですか。私気づきませんでした。あの子は外面を取り繕うのがうまいからね。その内面にまで踏み込むのは私らでもちょいと難しいよ。ほんと年頃の娘は扱いづらいですよね。こういう時のタクトさんって本当に鈍いんですから。本当に分かんないんですか。Kind of funny coming from you, Milfy. まったくしょうがないね。いいかい、よく聞くんだよ。答えは簡単。あんたがミントよりもルシャーティに気を配ってたからさ。覚えがないとは言わさないよ。それぐらい分かってるわ。私たちももちろんミントも。あんたはあの場を束ねる立場としては最良の行動をした。ただミントの恋人としては最悪の行動だったってことよ。なるほど、そういうわけだったのですね。そういうわけです。しかもその後何らかのフォローをするならまだしも。恋人の前で違う女性の笑顔を褒めるのはすごい減点ですよ、タクトさん。やましい気持ちなんかなかったでしょ。さっきも言ったけど、そんなことはみんなわかってるの。けど、だからといって納得できるかどうかってのは別問題さ。人間、特に女ってやつは感情の生き物だからね。理屈ではないのです。理屈ではない。メモメモ。そんなの私たちに分かるわけないじゃない。別に意地悪で言ってるわけじゃないよ。ただ私らでもミントの扱いは難しいんだな。これがそうなのですか。先輩方は皆私と違って古くからの付き合いがあるのでは。多分生まれつきの能力や育った環境なんかが影響しているんだろうけどね。
しっかり頼むよ、本当。こう言っちゃなんだけど、あんたとミントは今やエルシオールの要なんだからさ。タクトさんの手腕に期待します。お待たせしました。私と同じ惑星ニルギーさんのオレンジブコですが、構いませんか？他力本願ですのね。今後も私とお付き合い願えるのなら、もう少し紅茶の勉強もしていただきたいですわ。I'm actually having a hard time. I wonder if I'm actually getting tired. I mean, if. I'm not sure to read that as a smile or a frown.私の個人授業の受講料は決してお安くありませんわよ。タクトさんに払えますかしら？私、お金では動きませんから。それ以外で誠意を見せてくださいませ。もしかしてタクトさんは私に示すだけの誠意をお持ちでないとか。どうやら私の辞書とタクトさんの辞書では誠意の意味合いが違うようですわね。 Yeah, that's the frown.おっしゃいますと。はあ、それはまあ嬉しいといえば嬉しいのですが。日頃から言葉でお互いの愛を確かめ合うというわけですね。素晴らしいです、タクトさん。タクトさん、なんてことをおっしゃいますの、皆さんの前で。そういうお気持ちは周りの皆さんにまで大っぴらに明かさなくてもいいんです。胸の内にしまっておいた方がいいことまで人前で語られたら、その全てをさらけ出してしまうようで困るじゃありませんか。Well, at least he's not ashamed about it. もう分かりました、タクトさん。その誠意だけありがたく受け取っておきますわ。はい、そう取っていただいて結構です。もう本当に相変わらずむちゃくちゃなことばっかり考えるんですから。フォルテさん、これって結局どうなったんですか？うまくいったってことだろ。とりあえず今のところはね。さすがタクトさん。なんでしょう。どんな話？そうですか。ではいよいよですね。分かった、そうさせてもらうよ。エデンについてもっと詳しい話も聞けそうだしね。そうですわね。
今までそれとなく聞いてはみましたけど、まだ少し警戒なさっているようで、うまくはぐらかされましたから。シャトヤン様にお会いするのは久しぶりです。確かノアも来るのよね。あいつ白き月の人たちとうまくやってるかしら。私も少しばかり楽しみになってきましたわね、タクトさん。タクトさん、大丈夫ですわ。